動画をご覧の皆様こんにちは。こんにちは、競馬ブック TM トーク、今回は、日曜日に阪神競馬場で行われます、第63回宝塚記念 G1 を展望していきたいと思います。今週の解説は競馬ブックコース調教の担当、グリーンチャンネルのパドック解説でもおなじみの、米満裕之トラックマンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。司会は今週も競馬ブックの青木でお届けいたします。では、展望入る前に恒例の選手の振り返りなんですけれども、選手はマーメイドステークスを展望いたしました。出演は天部トラックマンと私だったんですが、天部さんの方はベルトハイムが本命だったんですが、残念ながら9着ということで、私はねステイブルアツクが本命だったんですけれども、結構よく指してきてはいたんですが5着止まりということで、2人とも残念という結果に終わってしまいました。今回ちょっと両馬場でねできた点でね、それほどこう軽量馬の帯同がなかったんですけれどもね、それでもやっぱりね馬単で 12,770円、3連単は10万馬券になりましたんで、マーメイドステークスは難しいなということを改めて思い知らされました。ということで、今週は上半期総決算の宝塚記念となります。このシャフリーアールがいないくらいで本当にねもう芝の中長距離予選のベストメンバーが揃ったんではないかなと思います。注目の印の方、ちょっと米満さんをちょっと順番に印をまず教えてもらえますか。はい、本命が4番のエフフォーリアですね、はい、対抗が15番ディープボンド、はい、黒三角ターン穴が6番のタイトルホルダー、はい、白三角が11番のパンサラッサ、それからあと12番のウィンマリニンと、はい、当番のシーガースを×印ということですね。はい、わかりました。私の方はね本命は15番のディープボンドにしました。対抗が7番のデアリングタクトですね、黒三角13番のアリーボで、二重三角が4番のエフフォーリアですね、以下は三角で14番のキングオブコーチと12番のウィン・マリリンといたしました。米満さん、エフフォーリア行きましたか。そうですね、週刊誌の時点でね、はい、もうすでに本命打ってたんですよね、はい、各方面から、あの一周前の調教をねちょっと良くないんじゃないかと。そうですね、確かにねゴールまでは良くなかったですね、持たれる場面もありましたし、はい、でも勢いがついたのがゴール過ぎてからなんですよね。これは厩舎のコメントも残してますけど、はい、調教は最後の最後まで見ないといけませんね。なるほど。ということで今週ね、なんかブリンカーつけて、やって、はい、先週と同じくラスト11秒1なんですけど、今週は馬なりということでね、まっすぐ走ってましたし ね、はい、集中力が増したんではないかなとは思ってるんですけれども、なんといってもね、大阪杯の惨敗ですよね、返し馬でほとんどのトラックマンが返し馬だったら大丈夫だということでね軸にしたんですけど、見事に飛んでしまいましたね。横浜武史君の後のコメントでは、調教の過程が良くなかった、初めてのね、調教輸送でちょっと狂ったというようなこと言ってましたけども、それでも9着はね何かあったとしか考えようないですね。ゲートで顔ぶつけたとか、そんなのはねしょっちゅうあることですよ、馬なんて。だからね、何か馬がやめたという感じになったのかなと私は思ってるんですよね。肉体的なものよりも精神的なものでね、結構ねエフフォーリアってずっとレース見てたら本当に目いっぱい走らされてるんですよね。だからもう馬がちょっと今回は嫌気させたのかな、前回はね。なるほど。そんな感じで見てました。はい、当然ね、今回レースもねブリンカーをつけるみたいなんですけれども、やっぱこの効果は期待したいところですか。そうですね、一応ずっとねシャドーロールで結果を出していきたいわけですけれども、ブリンカーっていうのはいい気分転換になるでしょうし、いい調教を実際できましたんで ね、はい、なんといっても年度代表は G13勝、しかも3歳の時に天皇賞コントレールに干渉して、有馬記念はディープボンドに干渉ということで、年上世代をねもう総なめしたような感じだったんで、今回は本当にこの馬の力を出してくれると私は信じてます。わかりました。私もね二重三角と大きめの印は打ちました。稽古の感じも前回より今回の方が良かったと思いますし、関西遠征も2回目になりますんでね、その辺の慣れも見込みますんで、前回のようなことはないかなと私も見ております。そして米満さん、対抗が15番のディープボンドですよね、はい、去年の有馬記念の時に青木君と一緒にこのね動画出たんですけど、怖いのはディープボンドだったと言ったのが2着に来ましたけれども、今回はね当時と同じぐらいの状態になってますよね。前走はタイトルホルダーのお尻も舐めさせてもらわなかった乾杯ですけどね、なんとかの2着でしたけど、当時より馬が良くなってますね、絞り込んできましたしね、なんといっても阪神はね5戦
して、そうですね、未だにオール連帯キープしていますからね。マラソンランナーという印象があって、しかもあの日曜日ね、31度まで晴天で上がるということなんで、結構時計が早くなるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、今までのディープボンドのイメージを払拭するような競馬を見せてくれるんじゃないか、うん、まあ多分 3,4 番手の好意で進んでくれるだろうなと思ってるんですがね、うん、私が思ってるようなこう位置取りとコース取りではなくて、はい、違う感じでコース取りをして構想するんでね、私的にはちょっと意外だなという馬なんですけど、うん、状態は間違いなく良くなってます、はい。私はね、こちら本命にいたしました。初めはちょっとね、違う馬考えていたんですけれども、映像で見たね、調教があまりにも良かったんで、こちらをね、抜擢した感じですよね。まあ、いつもね、動くタイプではあるんですが、まあ、今回は本当、特にね、良かったんではないかなと思っております。前がね、多少速くなるとは思いますんで、展開もね、この馬向きになると思いまして、今回本命に抜擢いたしました。米水さんの黒三角が、天皇賞馬のタイトルホルダーですね。ですね。まあ、前回本命にしましたし、うん、まあ、菊花賞でも私本命にしたんですよね、はい。この馬のことは自分関東馬ですけれども、うんうん、よく分かってるつもりです、はい。この馬はね、今回パンサラッサがスピードに任せていくと思うんですけど、はい、2番手とか後位だとちょっと甘くなるんですよね。有馬はね、まさにそうですね。まさにその通りでしたね、はい。そういった点ではね、もう短期逃げが絶対条件、要するにその G1V の絶対条件なんですよね、はいはい、前走7馬身、菊花賞5馬身っていうの圧勝ですけど、うん、はい、あのイメージを持ったままここで馬券を買ってしまうと、うん、思わぬことになりかねないということでね、うん、今回は2番手からですから前に馬が走ってる状態で、うん、タイトルホルダーのそれを視界に入れながら、うん、競馬しないといけないんで、うん、ファン投票1位でね、うん、答えるかとなるとね、うん、私はちょっと今回はちょっとこう3番手ぐらいに控えたいなと思ってます ね、はい。まあ、私もやっぱり、ね、展開が気になりましたね。ちょっと白地で回さなかったんですけれども、この馬ね、勝っている時はもういずれも逃げ切りとなりますんで、やっぱりね、もう逃げる形がベストではあるんですが、有馬記念もパンサラッサに一応ね、まあ、枠のね、枠は反対だったんですけれどもね、すっと行かれましたし、パンサも本当にもう行く宣言をしてますんでね、これね、行かれてしまったらどうなるかなというのがちょっと怖くて、状態とかにいいと思うんですけれどもね、展開が厳しくてノーマークということにしました。で、米津さん4番手がね、その展開鍵を握るパンサラッサですね。ですね、はい、これはあの1週前と今週の調教が素晴らしかったですね。はい、今週よかったです、ドバイタフですか、うん、もうこれもね、最後の最後までしぶとかったんで、うん、まあ、同着の部位なんですけれどもね、この馬の怖さっていうのはね、ハイペースでそのまま逃げちゃうというところがあるんですよ ね、 そうですね。今回は内回りじゃないですか、はい、だから舞台的にはね、4走前の福島記念と同じような近い舞台だと私は思ってるんですよね。まあ、そういった点ではね、大見を打って4コーナーで多分2番手であろうタイトルホルダーに3馬身以上の差をつけてたら、うん、はい、坂があってもそのまま残っちゃうんじゃないか、うん、なんといってもね、これは調教重視になっちゃうんですけど、以前とは馬が違いますもんね、うん、そういった点では今回、逃げの怖さ、逃げ馬の一人旅ということでね、うんうん、はい、私結構、うん、注目しております。はい、どうでしょう、距離はどうですか。なんか一ハロー、ね、微妙かなという気もせんでもないですが、まあ、ロードカナロアの子は基本的にはね、私は血統的にはマイラーだと思うんですけれども、うん、たまに長いところ ね、 ね、 いますよね、持つ馬もいますけどね、うん、この馬自身 の、 イメージでいうと、今までは 1800m とか、うん、2000m ギリギリでというね、はい、それがもう普通なんですけど、はい、今回は調教の良さとジョッキーね、うん、吉田豊多分気迫の騎乗を見せてくれると思うんでね、うん、それに期待しての4番手です。はい、わかりました。私もね、本当に、ね、状態はいいと思うんですが、やはりね、展開的にどうなるかというのと距離がね、ちょっと気になったんで、私は一応ねノーマークということになってしまいました。でね、三角の1番手ウィン・マリリンですね。これちょっと穴っぽいですね。多分人気を落としてこれ予定通りに立冬入球してきましたよね、はい、だから生で馬を見れたんですけど、はい、あれと思ったんですよね。前走惨敗するような馬じゃないなと思って、うん、多分ね、前走ねちらっと馬見た時にがれてるっていうか細いなと思ったんですけど、うん、実際に10キロ減ですよね。そうなんですよ、はい、数字以上に細いなと思ったんですけど、今回は非常に落ち着いてましてね、ふっくらしてますよね、うん、なんといっても終盤の調教が自己ベストというかね、素晴らしい時計出ましたしね、うん、はい、直前入球して立冬入球してきた厩舎の意欲っていうかね、うん、色気がなければそんなのはね、うんうん、わざわざ持ってきませんからね、はいはい、まあ、オークス2着でもありますしね、今回は
力を出してくれるんじゃないかなと思ってるんですよね、うん、はい、これね一応私もね三角打ったんですけど、やはりね状態面はねぐんとアップしてると思いますよね。やっぱり前走この肘の状態がなんかね良くなくて打つ病み上がりだったということなんですよね。まあ、今回早めのね立冬入球で木曜発表の馬体重はねプラス16キロでしたから、まあいい感じにね馬体は増えているんじゃないかなと思っています。この距離もオールカマーでね見事に勝っていますんで、まあちょうどいいんじゃないかなと思っております。で最後に米満さんは肘イグアスを打ったと。非常に運転の難しい馬なんで、うん、前回もねちょっと注目してたんですけど、はい、直線アリーボにぶつけられて内からね、うんうん、もうそれから内にもたれてしまってね、はいはい、目いっぱい追えなかったんですよね。それでもポタジェとそんなに差のない4着ですから、そうですね、はい、やっぱり関東のトラックマンという関東の中で非常にこの馬を買ってる人がいるんですけど、この馬やっぱ強いなと思いましたよね。距離もね初距離になるんですけどね、はい、むしろマラソンタイプというかスタミナタイプなんでね、ズブいんでね、うん、勝負どころはズブいんで、はい、まあ内回りというネックはあるんですけれども、はい、早めに仕掛けて大阪杯以上のパフォーマンスを見せてくれるんじゃないかなと思ってますね。人立て切りっていうかね、もう一回立て直してね、はい、持ってきましたしね。そうですね、これね、レーン上記これ4週連続でね状況また上がってますんでね、その辺の意欲もね怖いかなというところなんですが、ちょっと私はね距離とか気になりまして印までは、回らなかったという感じです。ではね米満さんの印ここまでということで、はい、米満さん打ってなくて私が打ったとこ言いますと、対抗7番のデアリングタクトですね。前走ねビクトリアマイルが1年1ヶ月の久しぶりだったんですが、これ内を立ち回ってね最後のね馬場のある内目からしぶとく伸びて6着と力あるところは見せつけましたよね。1回使った上積みね当然大きいと思いますんで、十分ねお得も相手でも好勝負可能かなと思っておりますが、米満さんちょっとね結構人気もそうなんでノーマークになった理由をちょっと教えて。ああ牝馬三冠ね、うん、調教は確かに良くなってますけれどもね、うん、まあこういった言い方はどうかと思うんですけど、うん、やっぱビクトリアマイルド宝塚記念とのレベルの差ですよね、うん、まあね、まあ、それはありますしね、多分ねデアリングタクトは今回絞ってくると思うんですよね、はい、で、まあ、前走もうまくね打ちをついて、まあ、完敗の6着だったんで、一変はできないだろうなということですね。足元の弱い馬ですからね、うんうん、まだ目いっぱいの調教というか仕上げはどうなのかなと思うんですけど、はい、一応様子見という形で、はい、まあ、印が回らなかったという言い方もできますかね。はい、わかりました。でね、僕はね黒三角はアリーボに打ちました。小倉の鬼という、ね、イメージがありますんでね、前回阪神でどうかなと思ったんですが、本当にね最後の伸び目についていましたし、まあね伸び足でしたら距離が1ハロン伸びる点も大丈夫ではないかなと思っております。今回若干ねこうソフト仕上げかなという感じも受けたんですけれども、前走でちょっとねパドックを入れ込み気味でもありましたんでね、まあ、これぐらいの調整でもいいかなと思っております。こちらも人気そうなんで、ちょっと一言見解をじゃあいただけますか。アリーボですか、はい、アリーボは確かに長い間長くいい足を使うんですけれどもね、はい、私多分ねこの今週のこの宝塚記念は、はい、非常にアーネストリーがレコードを持ってますけれども、うん、多分ね同じぐらいの時計になると思うんですよ。そうですね、うん、そういった点ではね時計不足かなと思うんですよ。小倉ではね結構早い時計マークしてるんですけどね、はい、中央場所の最後のね坂になるとという感じがしますよね、うん、前走もね武豊騎手がねうまく乗りましたよね、はい、現実にね阪神なんかではね、うん、堅実だけでも連帯実績はないですしね、あんまりこうつけたいなという雰囲気の馬ではないんですよね、うん、はいはい、なるほど、わかりました。あとねもう一個キングオブコージを打ちました。これはもう前がねやり合ってもう展開がハマったらということで大穴でつけた感じです。ということでね、印につきましては以上になります。では買い目につきましては CM の後で発表したいと思います。競馬情報は競馬ブックスマートで。はい、では買い目を発表したいと思います。米満さんからお願いします。4番エフフォーリアの単勝5000円ですね、はい、まず、まあ、これはもうちょっと行こうかなと思ったんですけれども、まあ、人気になるだろうから回答的妙味があまりないかなと思いましてね、うん、5000に抑えました。あと馬連ですね、はい、4番エフフォーリアから15番のディープボンド、6番のタイトルホルダー、11番のパンサラッサ、12番のウィンマリリン、自動馬のシーグアスの5点ですか、これを各2000円ずつの1万円、ということで、もしウィンマリリンとかシーグアスが突っ込んできたら、ね、もう生まれ万馬券でしょうね、ですよね。だからまずエフフォーリアがまず勝つというね、見立てで
馬券を考えてます。はい、わかりました。ではね、私の方なんですけれどもね、まあ、ちょっとね、先週マーメイドもマイナス9000となりまして、今年のトータルがね、ここまでマイナス18万4800円となっておりますんで、ちょっとね、最後ね、上半期の締めくくりでね、なんとか挽回したいなと思っております。私はね、まずは3連複のちょっとフォーメーションで行ってみたいと思います。まずね、1列目は15番のディープボンドですね。2列目は4番エフフォーリア、7番のデアリングタクト、13番のアリーボ。で、3列目は、そのね、3頭に加えて12番のウィン・マリリンと14番のキング・オブ・コージも入れてみたいと思います。これね、9点になりますんで、2000円ずつ買いまして、1万8000円ですね。まあ、あとはね、15番ディープボンドを頭にしました馬タンですね。この印を打ったごとに各1000円ずつ流して5000円。合計2万3000円で勝負してみたいと思います。こちらのなんか天気も良さそうな感じで。まあ土曜日ちょっと雨がかかりましたけど、問題ないですね。宝塚記念の発送時間には非常に早いパンパンの両馬場になってるでしょう。うん、そうですね。はい、で、お客様も本当ね、楽しめる状況が揃ったと思いますので、ぜひとも阪神競馬場をお越しいただけたらと思います。では今回もご覧いただきましてありがとうございました。